朝8時、鹿児島市 JR 九州ホテル鹿児島のランドリールーム。パンツを洗濯する一人の女性。彼女の名は加古。今日は鹿児島を出発後、九州新幹線&鹿児島本線を乗り継ぎ、福岡県小倉を目指す模様。今回は彼女の一日を追っていく。洗いたてのパンツを履き、ホテルをチェックアウトした加古。彼女は今、鹿児島中央駅の駅ビル、アミプラザ鹿児島の屋上にいる。屋上にあるのは、その高さ最大91メートルの大観覧車、アミュラン、はい。従業員の手に導かれるまま、全面ガラス張りのシースルゴンダラの陸地へ並ぶ。今日は風がなくて揺れないから残念ですね、と従業員のおじさん。ああ、と笑いつつ、なんだ生ぬるい。どうせならガンガンに揺らしてくれ、と思う過去。彼女のシースルゴンドラが、ウィーンとモーター音を上げて近づく。はい。ありがとうございます。乗車。なんだ、全然余裕である。おじさんはきっと私のことを舐めているんだと思う過去。ゴンドラはゆっくり頂上へ近づく。死ぬかと思った。現在の好物は酒、幼少期の好物はリポビタンデーという若干アウトローな彼女が次に乗り込んだのは九州新幹線新大阪行きみずほ616号。シースルゴンドラで大量に冷や汗をかいたため、アルコールで体を潤したいところだが、酒好きでも酒に強いわけではない過去。ぐっとこらえ、ジャスミン茶を飲むのであった。そう、とんでもなく酒癖が悪いのである。路上で何度でんぐり返しをしている姿を見てきただろうか。列車で他の乗客に迷惑はかけられない。申し遅れましたが、今回お話の進行役は私 iPhone11。 今年から彼女の右腕となり、そばでずっと旅路を支えてきました。本人は大好きな紫色の私を大変気に入っているようです。以後お見知りおきよ。熊本駅に向かうみずほ616号。車窓を眺める過去。到着間近、左車窓にあった山は一体何だったのか、過去は今でも気になっている。熊本駅、列車を見送る過去。ふっかふかなゆったりシートで癒しと安らぎを与えてくださった九州新幹線。いや、もはや聖母マリアならぬ聖母みずほに別れを告げる。駅を出る。想像以上に何もないと思う過去。しかし本日のメインは熊本城だと期待に胸を膨らませ、駅前から自然に乗車。夢にまで見た熊本城を目指す。修繕工事中であった。悩んでいても仕方がない。彼女には時間がないのである。綿密に計算された旅のスケジュールがあるからだ。再び自然に乗り込み、とんぼ返りである。ちなみに彼女の出身地は関東から省かれがちな群馬県。そう、栃木と茨城には負けたくないという構造をエンターテインメントとして取ってみせている群馬県だ。群馬県には路面電車がない、故に乗車時には毎回緊張するのだ。握りしめた小銭は拳の中で汗に濡れていた。熊本駅、熊門。ここからは鹿児島本線で福岡、博多を目指す。それにしても九州の車両は素晴らしいと思う過去。デザイナー、水戸海二氏のセンスにあふれた、いわば車輪のついた芸術品である。たまにはこうやって感性を刺激する作品に目を向けることも必要だな。なんて考えている余裕はこの時彼女にはなかった。その原因は尿意だ。朝から九州縦断のミッションをこなすため分刻みで動いていた彼女のスケジュールにトイレの文字は組み込まれていなかったのだ。ミスである。致命的なミスである。列車は鹿児島本線を北上、熊本県玉名郡にある木の葉駅付近を走行。彼女の体を激しい尿意が襲う。正直この映像を撮影している時の記憶など彼女にはない。こののどかな風景をルンルンと眺めている余裕などないのだ。そう、彼女の脳内にはトイレの2文字しかない。しかしトイレのため途中下車してしまうと綿密に計算されたスケジュールが狂ってしまう。なんとか次の予定、鳥栖駅での立ち食いそばまでは我慢したい過去。頼むから、頼むから次で降りてダム崩壊前にトイレへ行ってくれと願う私。天国である。途中下車によりオアシスと化した西牟田駅。停車していた813系が素敵だ。芸術作品に目をやる余裕が戻ってきたところで先を急ぐ。区間快速恵比寿行きです。鳥栖駅。鳥栖駅は鹿児島本線でも数少ない佐賀県の駅だ。名物立ち食い柏うどんをいただく。美味である。ちなみに過去は47都道府県制覇を人生の目標の一つにしている。彼女はここで下車をし、うどんを食べたことで佐賀県制覇ということにしていたが、その考えは私には甚だ疑問である。博多へ出発。博多へ到着。今夜は博多に泊まり、明日小倉を目指す模様。
小倉を目指すにはまだ時間があるが、あえて博多に泊まるのだ。それはもちろんうまい酒のためだ。ホテル、今晩の酔いどれ舞台の選定に注力する過去。彼女は鉄道旅を続ける理由を、列車に揺られると心が落ち着くからと語っており、それはしっかりと概要欄にも記してあるが、そんなのは建前だ。そう、彼女は終点の酒をめがけて旅を続けている。酒の魚に鉄道があると言っても過言ではない。私の目はごまかせないのである。ホテルを出る。きらびやかなネオンが眩しい。東京にはない独特な雰囲気に魅了される。アンダーグラウンド感漂う街並みは大好物である。街の明かりに煽られ、ちょっと悪くなった気分で強い女を演出し、道をカッポする。博多といえばの屋台を目指し、繁華街中津へ向かう過去。やはりビビってスルーする。彼女は相当なチキンハートの持ち主だ。気を取り直して、今宵は天神天神天神でおなじみの天神屋台へお邪魔した。2軒をはしごし、過去は持ち前のスルースキルとなんちゃっていい会話で来日外国人客と異文化交流を楽しんでいた。世間は狭い。偶然居合わせた元同僚に博多を案内してもらう過去。素晴らしい夜景を楽しませていただいたが、これも翌日私が記録した画像で知る。記憶を飛ばすことはもはや彼女の特技だ。年々ひどくなっている。翌朝、ホテルをチェックアウト。博多駅へ別れを告げる。本日は博多から引き続き鹿児島本線に乗車し、目的地小倉を目指す。この日は平日、朝の通勤客でホームはいっぱいになる。関東でしか勤務したことのない彼女は、地方への移動に少し憧れがある。博多駅を発車。赤い下地に黒いブツブツが独特なシート。芸術センスが高く感性が豊かな人間からしたら、この独特しさも素晴らしいアートなんだろう。しかし過去には、小学校3年生の頃にクリスマスプレゼントでサンタさんからもらったファービーにしか見えなかったのである。他にもピンクとか水色とか可愛い色がたくさんあったはずなのに、なぜ私にはこの色なのか、サンタさんはどんなイメージを私に持っていたのか、当時の複雑な記憶が蘇る過去。隣を華麗に通り過ぎる 7%7系。列車は小倉を目指す。眠い、とても眠い、非常にとても眠い。必死に目を開けようとする過去。めったに訪れない九州の車窓を目に焼き付けておきたいのだ。しかし意に反してまぶたは重くなっていく。意識は半分空の向こうである。列車はスペースワールド駅を過ぎる。八幡製鉄所跡に建てられた遊園地スペースワールド、数年前に閉園し、今では跡形もなく取り壊され更地になっていた。彼女は小学生の頃に社会科で習ったスペースワールド、教科書で見た写真を一度この目で見てみたかった。窓に反射する自分の姿になんだかエモくなってしまう過去。典型的な自己陶酔型人間なのである。九州縦断の最終目的地小倉に到着。丸一日かけたとはいえ長かった。小倉に訪れるのは人生2度目である。小倉といえば以前宿泊した JR 九州ホテル小倉。それと同じぐらい社会人になってお付き合いした小倉出身の男性が思い出される。彼に料理を振る舞った際に、小倉のお母さんが作ったモロヒヤ汁がすごく美味しいんだと笑いながら話していた彼に、少し顔が引きつってしまった記憶を思い出す。彼は今元気にやっているのだろうか。過去は、私は今も元気に旅をしているよと心の中で笑い、次の旅路へ駒を進めた。本日は私の九州縦断密着にお付き合いいただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をして、今後とも一緒に過去を見守っていただけると心強いです。またお会いできることを楽しみにしております。それでは、過去の右腕 iPhone でした。